やぶさめをスポーツとして楽しむ馬上弓比べの大会が神奈川県小田原市で開かれました。独特の衣装を身にまとった女性も数多く参加しました。小田原城の二の丸広場です。選手たちは和装束に身を包んでいて、まるで戦国時代にタイムスリップしたかのような雰囲気です。小田原城址公園で開かれた馬上弓比べ大会。走る馬にまたがり的に矢を放つ伝統的な儀式のやぶさめを気軽なスポーツとして楽しむために生まれたのが馬上弓比べです。選手は古くから日本にいる和種の馬にまたがって120メートルの直線コースを駆け抜け、立てられた的2つを打ってタイムと的の点数を競います。馬上から優雅に弓を引く姿が集まった観衆の目を引きつけていました。ぜひやぶさめどっかで一度やってみたかったという方が門を叩いてきて、口コミで増えている形です。参加者は年々増え、今年は40人が参加、そのうち30人ほどが女性だということです。おしゃれな園児の和装束の女性、早い。お、的当たりました。すごいです。装束を準備するのとかすごい楽しいですね。古着とかを買って使ったりとか、なるべく見てる人からして楽しいなって思ってもらえるような走り方をしたいと思ってます。